柱の始まりを決めた。ここまで来たからにはこの柱の始まりを目指すんだ。いいね、キトンちゃん、冒険者であれ。あ、何あれ、これ辿っていかないとダメでしょ。冒険者であれ、冒険者であれ、うん、でこっちに続いてるな。なるほど。でこれをどんどん辿ってったらいいのか。へえ、面白いね、面白いねこのゲーム。うわすごい、始まりなんてあるのかな。本当に始まりあるのかな。でもあるよな。人はどうやってあそこに辿り着いたのか。あー怖い。いやこれ登ってない、かろうじて登ってはねえのか。あ、ここで降りるのか。なるほど、これでどんどん取って、あらすごい。始まりってこれ大丈夫なのか。本当にやばない、やばない、すごいよね。もう下で、うわー痛いよ、ネビーがいっぱいいるよ、ネビーがいっぱいいる。これ寄り道とかしてった方がいいのかな。で、すごいよねこれ、柱状に浮いてるもんね。よし、だんだん見えてきたな。あとはもうあそこに直行するだけか。あー、でもなんかあそこに寄り道もあるけど、もういいわ、めんどくせえ、めんどくせえ。900も拾ったらもう大したもんでしょ。また穴がある、また穴屋できてんじゃん、またあるぜこれ。よいしょー、どんどん入っていきましょうか。すげえよなーこのステージ、本当にどこまで続いてんだこのステージ。過去一長いまであるぞ、本当に冒険だね。人は皆冒険者、人は皆冒険者。あれ、変なピンクの壁がない、もしかしてここ力が使えるのかな。うわー、力が使える、なるほど。え、どこ行ったらええの。え、どこ行ったらいいのこれ。じゃあだって、え？え？力使えるも何も。お、すげえ！すげえ！かっこよ！大丈夫、キトンちゃん。え、なんでいるの？この先には行かせない。生きてたんだ！そのしつこさ、見習いたく、見習いたいくれ！戻れ、さもなくば死ね。どんな事情があるか知らないけど、もう話し合うのがダメなのは、無駄なのは、よくわかった。ねえ、戻れって言われて戻るような私だと思う？死にたいようだな。死にたがりは貴様の方だ。苦労から逃げ切れ？逃げ切ればいいだけだろ。簡単やねえか。ピュー、ピュー。左スティック落下コースを変える。これ重力で、罰で加速してった方がいいのか。3000Y って何？空あるかな、ヤードだと思う。邪魔してるよ、ちょっとでしょ。どういって、やばくない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 。めっちゃ撃ってくるでしょ、絶対。痛い、これ避けらんなくない。あ、止まって避けるのかこれ。こっちとか行ってめっちゃ避けたりするのか。こうするしかねえのか。あ、いいもん見えっけた。でこれ死ぬんじゃねえの、うまく避けないと。無理でしょこれ、どうやって避けんだよこれ。大体これ、あった、回復あった。無理やろこれ。うわ、今どうなったの。こっから始めさせてくれるんか。体力回復は、今回復取れなかったの。めっちゃあいつ張り切ってるじゃん。いやー、回復取りよかった。これ死ぬんですけど。これ死ぬんですが。え、これ避け方わかんねえんだけど、マジ。こっちも重力キック、離すぞ。あ、てかこれ重力キック離していけばいいのか。こいつに向かって。あ、そういうことか。別に攻撃しちゃいいんだよな。逃げ切れっつったってさ、別に攻撃はしてもいいんだもんな。そんな。じゃあどんどん加速して降りていきますかね。あいつも来ねえみたいだしよ。え、だいぶ下まであるな。2500って半端ねえよな。てかあいつ来ねえじゃん。蹴られてビビっちゃったかな。わ、めっちゃ来た。あーらー、あ、痛い、やばい、死ぬ。え、死んだんですけど、
これジグザグで降りてったら多分大丈夫そうだな。やべ、なんか投げてんな、怖っ。いって、マジか。あ、なんかありそうだな、回復の匂いが。やべ、逃げろ。弾が来て、弾が来る。ここの攻略がよくわかんねえんだよな。多分横にあった、回復。オッケー、回復だったけど食らった。いてててててて、ちょっとここに避難するか。うえー、あとな、あと800だから、この調子でいけばいけそうだな。あと800か、気合い入れていきますか。これ多分×ボタンで加速した方がいいよな。あいつの蹴りも届かねえんだよ。横に一旦逃げよう。お前はあの子たちを見捨てたんだ。どういうこと？あの子たちって誰やねん。私記憶がないの。ごめんなさいね。私記憶がないの。なんかすげえ骨みたいになってるな。なんか人間の脊髄みたいな。私は微生物。微生物起点。方向変えてください。怖え。いってー、くそー、食らったか。あー、なるほど。あと400まで来たんだけどね、なんとか。あいつが弾打ち終わったにしよう。よし。マジか。あー、やめてください。怖い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 。いって、マジか。角度が足りなかったな。逃げろー。やばいやばい、これ全然ヒットしたらまずい。危ねえ、マジで。マジで危ねえ。よっしゃー、決めていく。キッドに決めていく。今のうちだ、逃げろ。あとちょい、あとちょい。始まりの地だ。ここが始まりの地だ。逃げれ。よし、キッドにやった。生きて帰れた、キッドン。コンティニューはしたけど、生きて帰れました、キッドンちゃん。ここ難しかったな。避け方がよく分かんなかった、結局。え？ What？ ん？どうした？この子のトラウマが蘇ったか。なんなの？どこだ行けも、どこまでも巻くよ。柱の下は夜が生まれるところ。あいつが来る、来る！え？あいつって誰なのよ。なに？あきつんちゃん、主要順末集、果てしなく続く柱のその先を知りたい。それが全ての始まりだった。クレネコとはぐれ意識を失った私は永遠と落下し続けた。はるか下方に広がる世界の夜の闇を集め煮詰めたような漆黒の、読めなかった最後。いや、まあ超展開すぎるでしょ。グラビティデイズ面白すぎか。 What？ ここは、ここはどこ。ダスティいない。なんなのこの気味悪い。リトン、どこなのここ。捕まっちゃった。私捕まっちゃった。どういうこと。やばい、この後エッチなことされるんだよこれ。どうせキツンちゃんやばいよ。ここどこですか、ここはどこですか。長い旅ってこういうことですか。あいつは神だから全てお見通しだったと。あ、何見てんの。私見せ物じゃないんだからね。ちょっと、うわぁ、ねえ、ここから出して。猫どこにやったの。うわぁ、怖っ。パン。ちょっと軽めに叩いたね。お前誰だ、答えろ。ちょ、今の声どっちそっちこそ一体何なの。こんな檻に人を閉じ込めて。うわぁ、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 う
口答え許さない。お前は怪しい。君子供でしょ。年長者への、あ、違う、これキトゥンちゃんが喋ってるのは。君子供でしょ。年長者の礼儀をママに教えてもらわなかったの。檻から出してくれたら答えてあげてもいいよ、ぽーや。しばらくそこで頭でも冷やすんだな、おばさん。お姉ちゃんでしょ。そうだ、キトゥンちゃんはな、お姉ちゃんだぞ。僕のお姉ちゃん、いや僕のお嫁さん、シアネア、こいつを見張ってろ。何があったらすぐ知らせろ。それぐらいできるな。うん、シアネア、ちゃんと一人でできるよ。何かあったらザザに言うよ。何？子供は分かってくれない。出してくれ。え、無理やん。ねえねえ、シアニアちゃん、おーい。ふーん。あのさ、ちょっとお兄ちゃんと楽しくおしゃべりしない？怖いお兄ちゃんたちもいないしさ。お姉ちゃん、おしゃべり？うん、あのね、シアニアちゃんは、真っ黒の猫ちゃんを見なかったかな？猫ちゃん？猫ちゃんって何？ふざけないで。あ、うんとね、正しくは猫っていうより猫もどきっていうか。あ、もどきって何？あ、もどきっていうのは、もういいじゃ。ねえ、お兄ちゃんたちはみんなどこ行ったのかな？シアネア、まだここに来たばっかだから、よくわかんない。もうお昼寝の時間だし。あ、ちょっとシアネアちゃんってば、この状況で寝る普通、自由な子だな。もうやだ、私、もう助けて、ちょっと。もうやだ、もうエッチなことされちゃうんだ、こんなやつ。やだ、もう、出して。さまじゃ、ここの檻から逃げ出す方法全然思いつかないんだよ、これ。もう揺らしまくって落とすしか。あ、正解だったんだけど、これ。わー、バカ。おんぎゃー。生まれたよ。もうここどこなの？こいつ寝てるし、今チャンスしかないんですけど。ねえ、シアネちゃん、おい。シアネちゃん、大変だ。檻から可愛いお姉ちゃんが逃げ出したよ。反応ゼロ。本格的に寝てる。息はしてるし。じゃあ、お兄ちゃん行くよ。後で怖いお兄ちゃんに怒られても知らないからね。バイバイ。起きるわ。起きるわ。起きる、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 起きる。ダスティを探せってもう、バレバレなんだよな。ダスティの居場所バレバレなんだな。千里眼を持つ女。私。あ、ここにもこれあんだ。宝石。誰も取らなかったんだ、子供たちはこれ。子供たちは誰も。もうダスティどこ行っちゃったの？もうダスティもうどこ行っちゃったの？もうダスティちょっともう細いな道が。これも取っていく、貪欲に取っていこう。ここどこなんだろう。でもまだ下はあるもんな。世界の下というわけではない。世界のあの柱の下。見張りの子、こっちを見てないときに取らないと。てるってるってるってる。なんてガバガバ警備。ガバガバすぎんだろ。足音で分かれよ。はあ、柱の下にこんな町があるなんて。柱の下あり。苦労もなんか訳ありなんだろうね。あっちどうやって行くんだろう。こっちからか。よいしょ。すげえな。重力全く使えねえもんな。重力を操るゲームで。あ、あいつ見張りだな。あいつ見張りだから、どれくらいまで近づいてもバレるの？このくらいならバレねえのか。バカだな、おめえ。あち、耳ついてんのかって感じ。あー、ばい。それにしても子供しかいない。大人は？訳ありだね。で、クロウが、あの子供たちを見捨てたっつったから、まあ、ここもね、なんか絶対訳あると思うんですよ。子供だけどもな、まさかにそんな。うわー！また最初から？こっからか。あいつ走ってんのか。怖すぎない、あいつ。めっちゃ走ってるよ。ここも見張りいるか？ここ見張りいない、オッケー。シャマー、うんぽやん。来ちゃった。バレちゃった。なに
ネビいるやん。クロウが一撃で葬ったネビやん。しかも、助けて、助けて、助けて、ダスティ、よし今だ。ここで力を使ってこいつらを助ける番が来た。あー、来たー、キテンちゃん。これで私はあなたたちの味方ですよ。アピール助け立ちするぜ。なるほど。ちょっとどこで何してるんだよ、小窓キちゃん。まあいいや、とりあえず目の前の問題解決に集中。これでこいつの信用をとりあえず、とりあえず上から、いてててて、いてててて、上からコアを叩こう。あ、叩けない。上からコアを叩けばいいだけなんで、所詮こんな敵。尻尾に阻まれる。やべ、落ちる。ママ落ちるっていうラピュタのネタがあってだな。え、ネビーもしかしていっぱいいる。ネビーいっぱいいんのか。ネビーいすぎ。じゃあこいつらから倒していくわ。ネビーいすぎなんだよな。やべ、これ当たっちまうな。てめえ、生意気に攻撃してくれんで。激しいな。ちょっとさすがにご利用しが通用したくなってきたな、この辺。ちょ、慎重に行くか。地上から倒していくか。地上波。オッケー、激しい、怖っ。いや、いや、さて、まだ飛んでるのが一匹いますね。よいしょ、まだ死なねえ。オッケー、壊した。あとはそこでかいのもまだいる。オッケー、一旦降りる。あ、くっそ、食らっちまった。あの緑の回復一回取ろう。緑回復一回取って、そっちの回復も一回取って、あのちっちゃいのをもう倒しに。これさ、まずこのでかいの先倒しちゃった方がいいな。なんかでかいの絶対邪魔だから。いてててて、マジかマジかマジか。あ、ちょっと連続攻撃やめろや。いい、あ、マジかよ、これの羽うざ。あ、くっそ、当たんで、痛い痛い痛い。くっそ、え、ちょ、無理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 、うざすぎか。頭、なんで当たんねえの。よいしょー、土で。で、ここがね、壊してるい。倒した、倒したっぽいな。あとあいつだけだな。おい、てめえだけなんだよ。あとはくたばれ。よし、倒した。うわー、怪物は助けて。マジかマジか、ネビいすぎだろ。すべてのネビを倒せ。マジかよおめえら。ちょっとネビ、あ、こっから降りられない。ネビいすぎでしょ。ちょっとこの村どうなってるんですか。ネビいすぎなんだよな。マジいっぱいいるな、マジ。どうしましょう、ネビいすぎて、どうしましょう。うわー、もう大繁殖だよね。結構つらない。でも俺、お前の討伐は得意分野だから。おい、邪魔だよ、おい、どいとけや。ほら、こっちキック力上げて帰ってきたからな、お前。オッケー、あとは、よいしょ、当たれー。当たらないか。なんだこいつ、絶対バグってるだろ、この位置。なんでここで飛べるんだよ、こいつ。絶対こいつバグってるから。絶対こいつだけバグってるからね、一。しんどけよ、お前、空中で。なんなんだよ、こいつ。やっと回復あった。マジ、多すぎんだよな、敵の数が。さっきからね、ずっと戦ってるけど、うわ、なにこいつ。サメ野郎。おい。おい、ほら。よし。よし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 。まだ結構いいんだよな。助けに来てくれたの？女の子どこにいんだよ。あー、助けてきたよ、助けに来たよ。このキトゥンちゃんがね、助けに来てあげましたよ。さて、これからだぞ。よし、くたばれ。終わったか、まだか。やった、倒した。子供たちは無事かな。すげえ長かったんだけど、これ。お兄ちゃん、猫ちゃん、ありがとう。怖いのいなくなったね。怪我はなかった、大丈夫、みんな無事だね、よかった。ん、なに、また俺に戻らなくちゃダメ。いや、まずは
俺たちの隠れ家に来てくれ。外に比べればまだ安全だ。いいよ、一休みさせてくれるからね。くれるならね。いやー、キテンちゃんもスーパーヒーローですよ。強いになった、礼を言う。お礼を言うときぐらい仮面を取ったら。仲間を助けてくれてありがとうございます。失礼なことをしてごめんなさい。え、あれね、意外と素直。ところで君、ここにいるのは君たちだけ？ここは俺たちの町だ。大人はいない。お父さんは？お母さんは？俺たちは見捨てられたんだ。バス停で遠足に行く途中に事故が起きて崖から落ちた。なるほど、それで下まで落ちてきたんだ。運よく俺たちは生き残った。でもあれからもう何日も何日も何日も助けが来るのを待ったけど、大人は助けに来てくれなかった。もう俺たちは忘れられちまったんだ。だからここで俺たちだけで力を合わせて生きていくって決めたんだ。お母さん、会いたい。お母さん、そういえばエコル救出の時になんかバスが行方不明みたいな話あったな。ギャルみたいなやつが話してたな。それ、これのことか、バスが行方不明って。じゃあここでずっと子供だけで。でもどうやって？明日説明する。子供たちの王国である下っ端の町、子供たちのリーダーである少年ザザの暗く重たげな表情が気になったが、その夜私は疲れ果てて襲い来る睡魔に身を任せたのだった。なるほどね。まずは子供たちからいろいろ話を聞いてみよう。